ゲートインスタートしました。さあ先行争いです。まず内からナルハヤダッシュよく前に、そして外から5番のアロハリリーです。内から4番タガノアスワード、そして外から11番のモルフェオルフェ先行していきます。間から6番のカリビアンゴールドが行って、これから各馬が1コーナーカーブしていきます。赤い帽子2頭、まず3番のナルハヤ先手を奪いました。1馬身のリード、2番手4番のタガノアスワードがつけています。これから2コーナーです。3番手に控えたモルフェオルフェ、これをかわします。7番のコントラチェックかわしていきます。控えてモルフェオルフェはその後、あとは下がりました5番のアロハリリーが追走して、さらに4分の3馬身後方6番のカリビアンゴールドが行っております。あとは3頭固まって、最内1番のレッドアネモス、間8番フェアリーポルカ、外からじわっと進出12番のオールフォーラブです。その2馬身後方ですが、内からゼッケン9番のビーチサンバ続いて、そしてその外にいるのが10番のリープフラウミルヒ、あとは14番シャドウディーバが追走しています。さらにその後は2頭固まって、外13番サムシングジャスト、内に2番のスカーレットカラーが行っています。スタートして 1000m58 秒1で通過、各馬これから3コーナーをカーブしていこうというところです。先手を奪っているのはナルハヤ、ナルハヤ先頭、タガノアスワードが並びかける、そしてその後3馬身後方7番コントラチェックは現在3番手、そしてその後は4、5馬身バグが開いてカリビアンゴールド押して上がっていく、そして内応戦して11番のモルフェオルフェ、最内からはゼッケン5番のアロハリリーが行っています。そして外からスーッと今シャドウディーバマクリオに上がってまいりました。さあ第4コーナーカーブから直線コースへと向かってまいります。今度はコントラチェック先頭に立つか、内応戦するようにナルハヤ、コントラチェックナルハヤ、そしてフェアリーポルカシャドウディーバ、繰り返すように6番のカリビアンゴールドが伸びてくる。間をついて1番のレッドアネモス、間をついて1番のレッドアネモス、さあ今度は抜けた、間をついたゼッケン1番レッドアネモスでゴリ。チャンネル登録してね。